5200点差になりました。2着争いです。ドラはなんで孤立しています。うちらの手配、ただ今闇天で天敗って開けられたことで周りの3人はあれちょっと少しは警戒しないとダメだなと、うん、闇天あるなっていう感じにはなるかもしれないですね。あらら、来た来た来た、ダブルリーチを打つか難しい。ダブルリーチでいきました。完成層数層4枚残りです。これはみんな嫌でしょうね。しかし、ね、思い切り振りかぶって、うん、分母のダブルリーチです。あれ全山、そうですね、4枚残りですね一発で隣でしたダブリーツ、もしツモだと逆転ですか。ダブリーツモ、ね、は逆転ですね。氷卓も一本あります、うん、そもそも3900の出上がりで同点なので、惜しい。そんな手代わり待てないですかいや一巡し、うん、それならリーチでしょうから、うん、すごいね。もし小さだとしても全山でしたね。そう、誰も小さも持ってないもんな、うん、7山でした小さならわ、泉さん、泉さんね、ドラドラだからちょっと頑張ってもいいですよね、うん。うん、あの不用意にね、あの現物の嘘を切らないですから、泉さんも戦う気ありますね、うん、ですよね。ベテラン同士の戦いになるのか、うん、うわ、貫禄引いた戦いそうだね、うん、なん、あでも難がないですもんね、もう、うん、そうです。丸山うちらに1枚ずつ、そこが問題なんですよね、うん。丸山さんもちょっとは手が進んでるけどどうかな、ってことはリャンゾーをあんこにしないと勝負にならないですか。でも今までの打ち方見てるとね、まだ親番残してる丸山さんが何打つと思えないんですよね。まあ、内田さんはほぼ打つことないでしょうから。もうあんこった、これでイーシャンテン、うん、リャンザも1枚いるんですけど、うん、欲を言うと3ピンとか引いてリャンザ、うん、ランジョンでいきたいですか。そうですね、リャンピンが通った、うん、これは合わせる、うん、一旦数層引いても止まりそうですね。でも、うーん、数層、同層、3層と切れました。この数層は、うん、これですよね。これ行くなら数万しか打ちようがないんですよね。って格好で言えば数万なんですよね。両面を固定してどの位置ウッパーマンだけ、あーでも出ます、直撃、裏は乗らない、乗らず、うん、ダブルリーチ2600が2900の上がりですので、2着争いは入れ替わりました。うん、2着入れ替わって文豪浮上です。はい、OK です。あのウッパーマンはおそらく泉さん打ちたくなかったはずなんで、うん、そうなると、まあ、行くなら数万が先だったかなとは思いますけどね。ただ数万の方が通りやすそうには見えましたね、うん、確かに。